教職員の長時間勤務が問題となる中、国の審議会が出した改善策の素案に対し、県内の教職員で作る組合が先ほど批判の声を上げました。学校の教職員で作る組合がここ長野駅前で声を上げています。訴えているのは学校の働き方改革です。率直に言って、今学校は大ピンチです。 何がなのかな過労死ラインの長期間県教組の調査では県内の公立小中学校の教職員について月の平均超過勤務は1人当たり80時間26分でいわゆる過労死ラインを超えた状態が続いています文部科学省の中央教育審議会の特別部会が先月 教職員の働き方改革などを盛り込んだ提言の素案を公表。残業代の代わりとなる給与の上乗せ分を4%から10%に引き上げるなどとしています。しかし県教組は、あの一番はあの教員の長金削減のはずなんですが、その具体的な削減されるっていう案がもうほぼない。県教組は国に対し。 長時間労働の削減につながる具体的な案にするよう求めています。